おはようございますこんにちはこんばんは文化人放送局スタッフ T ですいつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます何日も文化人ニュースをお届けしますまずはこちらからです産経の予想以上早く失速したねと高橋さんがコメントされていらっしゃいますが自民試練の衆院選期待ほど私立追い風吹かず総裁選が御参信次郎が勝っていればとなんか小泉信次郎さん推しみたいな産経記事かもしれませんがで同じ記事かと思うんですけども高田さんです高市嫌いで 小泉 B 期の産経が、石破内閣のシリーズが上がらないことまで、総裁選の候補者が多すぎた。議論が拡散し、熱気は感じられなかった。早期解散に慎重だった首相の方針転換も批判された。党内には総裁選で早期解散を打ち出していた小泉慎次郎選対委員長が負けたことで、計算が狂ったとの声もあると、まだ露骨な記事。大丈夫か産経と言われていますね。むちゃくちゃ露骨ですね。そして、石破首相。原発比率の低減あり得ると。 いう日経新聞の独自インタビューの、単独インタビューの記事ですけども、これを紹介されて、高橋さんがまたブレということで、ブレてらっしゃいますね。そして、これ、アイラの記事なんですけども、和歌山2区で、世耕氏と二階氏三男が大激戦、世耕氏有利の情勢に二階元幹事長は政治生命かけて叩き潰すという見出しの記事を紹介されて、政治生命のない人が政治生命をかけたり、離党した世耕氏を 投機違反と言ったり、保守系多候補が世耕賞を応援したり、いろいろというふうにコメントをつけてらっしゃいますね。そしてこちらです。裏切りの石破茂が本領発揮の安倍派粛清選挙が近づく。旧安倍派でありながら石破氏に投票した関家一郎氏。 福島3区は立候補断念に追い込まれた。責任を持ったけじめをしなくてはならない。私は正直に入金してきたが、入金しない方が問われず、入金して就職してきた私が問われるのは、正直者が馬鹿を見るような結果である意味では、非常に残念と。いえ、あなたは安倍派でありながら、処分はすでに済んでいるとの高い知に投票せず、苦いとも石橋に投票しました。これは世の中では自業自得と言います。というふうにカルタさんは、あおっしゃっていますね。そして、桜吉子さん。石橋内閣は嘘つき内閣と。 いうの番組でで発言されてるんですね萩生田さんは萩生田さんは林市に出てもいいと思っていたが当当時森山総務会長から事務総長を務めていないから出なくていいと言われてなかったそして今当のルールで出なかった人に対してお前は政林市に出てないから非公認というのは石破内閣って嘘つき内閣と、まあ、そんなことを発言されてらっしゃいましてどんまいおじさんさんは「ほんまならひどい話や」というふうに言われてらっしゃいます。 もう本当ならひどいすぎですよね。で、こちらですね。瀬尾智子さんも紹介されて、川田さんが石橋首相のルールを守る自民党とは、党の決定に従って成林市に出なかったものを後になって成林市に出なかったとして、非公認にするような党のこと、一時不再利の原則やルールを無視するなど当たり前、元より道理や正義や常識もない、なってはいけない人物が首相になるというのは、こういうことと言われていまして、 もうほんとすごい状況ですよねいやこれは国民の多くの方が分かってらっしゃるかということですよね。そして唐田さんですけども昨日の正義の見方でも正論爆発香港さんが自分とこの議員裏金で処分して自分は記載ミスで 岩屋さんも小泉さんも出てるし、選挙負けますせといえば、金子氏も、細田さんは500万円ちょっとの記載で非公認になり、1000万円以上の人が公認になったりとか、納得いかないし、地元も怒っていると。いえ、それが石破さんです。通りも理屈もなく、後ろから打つ人、まさか知らなかったのですかというふうに、え、皮肉を込めておっしゃるかと思うんですけど、おっしゃってるかと思うんですけども、本当に、本当この、むちゃくちゃですよね。もう倫理観がもう、崩壊してるというか。 こちら、自民第2の裏金、石破代表の鳥取県連、小泉代表の神奈川県連で発覚、ネット、ルールを守らない自民ということで、もう本当、ルールを守らない自民って感じですね。こちら、安倍肉し、露呈した石破政権、非公認は野党を利するだけ、自公でも関数割れする恐れ、岸田前首相は再登板の野望をもという風な高橋さんのザクザクの記事をご自身で紹介されてらっしゃいます。 もう本当にこんな無茶苦茶のな中で、結局それが倒れたら岸田首相は自分の再登場みたいな感じで野望を抱いてらっしゃるかもしれませんね。そして、カルタさんです。 杉村太蔵氏が石破政権誕生にまさか腰を抜かそう驚いた。7月に新しい資本主義がよくわからないと言った人が、当選直後に新しい資本主義を加速するって、この短期間で学んだの、僕の予想は自己を過半数割れ、選挙後石破さんと野田さんが連立組む可能性もゼロでなくなってきていると。冗談でなく中田町でも惨敗で引きずり下ろされる前に大連立かとの見方も、もともと左右十分あり得るということで、立憲と大連立、 もう本当にすごい政権になりますね。どんどん日本が良くない方向に進んでるなと感じるんですが、こちら、カルタさんです。旧安倍派を粛清して比例代表全体78名中64人の新人を擁立する自民党。女性候補は選挙区25、純粋比例代表31名の計56人。選挙区比例代表合計ともに過去最高数の女性候補擁立を実現し、20代の候補者も過去最多だそうだ。日本が 気球存亡の時に自民党は怨念の石破首相で一挙に和解へと言われていますまた過去最多の新人そして女性の候補を立てる自民党さすが石破茂森山豊という史上最悪コンビ旧安倍派を粛清し空いたところに自分の言うことだけ聞くロボットちゃんを据える道義も常識もない2人に節度を求めるつもりはないがせめて政治家なら日本が気球存亡の時であることぐらい知っていてほしいと 言われています本当日本はそんな遊んでる暇ないというかね気球存亡の時ですので今はそして高橋さんはですね今のところ時効で235プラスマイナス20と言われていまして過半数割れもというふうに予想されてらっしゃいますねいや本当にどうなってしまうんでしょうかそして高市氏への選挙応援以来岸田派からも 当選したいからなりふり構わず、ネットは恥知らず、浅ましいというふうな声も上がっています。これは、ワイドな賞に、えー、岩田明子さんがご出演されて、このようなことを解説されてらっしゃいます、らっしゃったようですね。100人以上も選挙依頼されていると、しかも記事派からもというふうに言われていまして、まあ、選挙後は政局になる可能性もというふうな指摘があったようです。そして、えー、日本法師党から出馬されている島田洋一さんですけども、本当に名誉教授なのかと聞いてきたので、 授与、証書の写真を送ったにもかかわらず、朝日新聞東京本社の小林記者が再び、先ほどのお電話でも申し上げました通り、事実と異なる事項を公表されますと、公選法違反に問われる場合がありますので、ご注意くださいと命令してきた。したがって、分かり切ったことを何度も言う必要はない。今後あなたの電話は受けませんと返信しました。朝日は全候補者にこうしたハラスメント的調査をしているのかと言われていまして、 ニッタさんもポストされていらっしゃいますね。そんなの大学に確認すれば済む話を、島田先生に不快かつ無駄なことを要求。鼻から嫌がらせだったかもと言われていまして、ほんとそうですね。そして、朝日新聞は日本保守党が遺跡を得そうだと危機感を持っているらしい。経歴を徹底的に調べて何かあればスキャンダル記事にしろと上から指示が来ているのだろうと言われています。 そして、信用できないなら大学に聞けばいい。本人に何度も電話やメールをする朝日的やり方は時間を奪う計画的ハラスメントという他ないと言われています。で、こちら、素晴らしいかっこいいポストができて、えー、ポスターができていますね。小野寺さんも島田さんもね、他の方々も主要な方々打ってらっしゃいますけども、素晴らしいポスターだ。私以外の人は躍動感がある。私はこんな感じがちょうど合うと思っているので、よくこの写真を選んでいただいたと感謝していると言われていますね。 そして、日本保守党から国会議員が生まれれば、いわんや国政政党、議員5人以上になれば、確実に増やげた利権第一、日本弱体化政治に風穴が開きます。他の党の批判は控えますが、石破自民党以下、6でもない、右往の州ばかりですと言われています。 そして、減税、規制改革を通じた経済活性化、しっかり犯人勢力と戦い、脱炭素原理主義を排して日本のエネルギー基盤を強化するというふうにデジタル政策チラシを紹介されて島田さんがこのようにおっしゃっています。そして先ほどの、こちらですね、福井県立大学名誉教授の称号を授与するという、こちらの写真を紹介されていますね。 虚偽申告は公選法違反にあたる。本当に名誉教授なのか証明できるものを写真でいいから送ってくれとあるマスコミから電話があった。具体的には朝日新聞。いちいち聞かれると面倒なのでここにあげておく。通常、金属15年以上で破滅的性格でなければ名誉教授称号が得られますというふうに紹介されています。ね朝日新聞が島田さんにこんな感じで、ねなんか変な連絡をされていたようなんですけどもね。 さすが朝日新聞っていう感じでしょうか。そして、小野寺さんも頑張ってらっしゃいます。一人でも多くの方に日本ホストの名前をしていただかねばやるぜというふうに言われて、このように回答に立ってらっしゃいますね。で、香港さんも頑張ってくださいとエールを送ってらっしゃいます。これに対して、小野寺さんもありがとうございますというふうにリポストされてらっしゃいましたね。そして、一人での 街頭演説中、風が強いので大変でしょうと肌を持ってくれる仲間が現れたり、車から手を振ってかさる方がいたりと本当に力をもらいました。最後まで、ね、仲良く明るく前向きに、おーというふうに言われてましいますね。奇跡は起こすものと言われていますけども。ねこんな感じで頑張ってらっしゃいます。 そして有本香織さんが「マ寺ルが日本保守党の青い旗を持って辻立ちしている姿を見て柄にもなくじーんと十数年前から外資の土地買収問題を共に追いかけてきた盟友は40年も在籍したボートを離れて保守党という小さな船に乗り込んでくれた同民の皆さん戦う政治家のマ寺ルを応援してください」と言われていらっしゃいます。ねすごい決断を持って小野寺さんも。 冒頭離れられて、そして日本保守党から出馬されることになったということで、我々も応援させていただきたいと思っております。そして、こちらですね、有本香里さんのポストですけども、 次期衆院選、入れたい党派、2位に日本保守党ということですが、次期衆院選で、小選挙区で入れたい候補の党派、自民党23%、日本保守党17%、日本維新の会12%、立憲民主党6%、日本共産党2%、国民民主2%、令和新選組2%となっておりまして、2位に日本保守党が入ってきたと。 皆さんのご機会がずっしりと重いです。ありがとうございます。負けても叩かれても全身あるのみと言われていますね。これは産経新聞グループのマーケティング会社、産経リサーチャーのデータは、次期衆院選が行われた場合、小選挙区で入れたい候補の党派について調査した、支持する党派内を除くと自民党が23%でトップ、2位は日本保守党の17%となっていたんですね。どちらかといえば保守系の方々が多いかもしれませんけども、このようにですね、素晴らしい2位に、 日本保守党が選ばれたということは、これは本当に朗報ですよね。で、日本保守党を選んだ人の理由は、政策に期待が持てるから76%、今の政治を大きく変えられそうだから68%、保守系の政党だから48%だったとなっておりまして、えこれは、ますます頑張っていただきたいし、朗報だなと思ったので紹介させていただきました。 いろいろ紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄いただけたらと思います。というわけで、ここから先はメンバーシップ、レベル1、レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております。続きは動画欄からご視聴ください。居場所さんもここまでです。ありがとうございました。というわけで、本日もたくさん紹介したんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた。通信最後はやっぱり ASK 動画で終わりたいと思います。本日はこちら。科国の下手すぎる猫が愛おしいということで見てみましょう。 でいかがでしょうか。う下手すぎてぐちゃぐちゃになってます <laughs> 可愛いですね <laughs> 私も前足で顔を描きますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた